はいどうも、藤野130ケージです。ついにですね、一番くじのね、僕のヒーローアカデミア、ビギンザヒーローっていうことで、今日、始まります。で、この後、0時開催の店舗に行って引いていきたいと思います。ちょっとね、事前に連絡してみて、条件聞いてるんですけど、回数制限1人5回まで。で、並び直しありっていう風に言われてました。でも回数制限は、その0時の時点で集まってるお客さんの数見て、どれぐらいにするか、もしかして5回は。緩めるかもしれないみたいなことも言われてたんで、ちょっと行ってみないとまだわかんないです。ちょっとじゃあね、もうここに上位賞載ってるんですけど、一応ラインナップと、まあ、事前情報でちょっとね、噂ベースなんですけど、アソートの本数をお伝えします。まず A 賞がデク。当初のね、一番最初のお母さんに作ってもらったコスチュームですよね、確かこれ。これが出てんのは結構ね、珍しいんで欲しい人多いと思います。こちらが2本ですね。で、続いて B 賞の爆豪。で、爆豪確かね、一番ロットの中に本数多くて3本だったと思います。で、続いて、トドロキ。トドロキは今回これね、半身がね、氷っていうこの能力を使ってる状態っていうのがかっこいいですよね。これはね、今回欲しがってる人多い。C 賞のトドロキ確か2本だったと思います。で、最後。もうこれ大本命ですよね、実際。このオールマイトをなんとか自力で入手して、あとはネットで買うっていう人も結構多いかなと思います。このオールマイトが、ロットの中に1本らしいです。これ、でかさ半端ないような33センチですからね。で、それ以下が解消ですね。E 賞、サコッシュ。いろんな種類が出てます。で、F 賞、デクのヒーローラバーキーホルダーっていうことで。あ、これデクのノートの絵っていう設定なのかな。かわいいな。何が当たるかって感じですね。で、続いて G 賞のタオル。まあ、この辺はもういつも通りって感じですね。で、まあ、これはもう運良かったらなんですけど、まあ、最後の1個を引くと手に入るっていうラストワン。まあ、正直ね、一人で行くと不利なんですよね。なんかその回数制限のある時に一人で行くと、まあ、なかなかラストに被ることは正直難しいかなと思います。なので、ちょっとこれはね、もう相当運良くないと難しい。多分ね、D 賞のオールマイトの方がまだ確率高い気がします。はい。ってことで、まあ、こんな感じですね。今回は。一番大本命は、賞味もオールマイトかな。もうこれ大本命ですね。めちゃくちゃかっこいいからな、ほんまに。で、その次欲しいのが、トドロキですね。で、デクでカッチャンっていう順番かな。なので、狙いの順番としては、D、C、A、B っていう感じで狙っていきます。まあ、とは言いつつ、一人でこの大人気のくじに挑むんで、何か上位賞引けたらもう大満足で、今回は勝ちっていう、そういう感じでいきたいと思います。よっしゃ。行ってきます。緊張するな。もうちょっとで始まりますね。今11時ぐらいで、あと1時間後に始まります。今ちょっとね、お店の方に行ってきて、店員さんに話聞いてきたんですけど、まあ0時ぴったりから、一人5回っていうことで、お客さんが少なかったら並び直しありっていうような感じの条件でした。どんな感じになるかわかんないですけど、ちょっととりあえずね、様子見ていきます。はい、そろそろ始まるんで、あと30分ぐらいなんで、まあちょっとね、出たいと思います。多分ね、もうこの感じだと5回しか引けないんで、もう5回勝負になるかもしれないです。いってきます。オールマイト出なかったら、夜中からやってる他の店舗も探して、ちょっと永遠に回るっていう回をしたいと思います。ついなぁ、今日寝れへんぞ、ほんまに。よし、行ってきます。じゃあ、5回でお願いします。5枚までですね。あ、はい、じゃあ5回で、はい、1、2、3、4、5、はい、はい、ポッシュ D D
ひ。来た。やった。お。来た。はい。はい。あ、わかりました。G。じゃあこれで。こちらお願いします。ちょっとそっと引き返して帰ろう。じゃあ B 賞で。いや、なんとか運良かったです。これで。はい。これで。はい。すみません。ありがとうございます。よいしょ。いや、やば。手が震えてる。ちょっと人が多かったんでリアクション取らなかったんですけど、やった、奇跡や、オールマイト当たった。え、嬉しい。これ開封しよう。ちょっと家帰って速攻開封してきます。5回制限で並び直しありだったんですけども、ね、2回目並んでも絶対引けないんで帰ってきました。いや、買ったわ、やった。よし、帰ろう。もうちょっとお見せした後なんですけど、やってしまいました。まさかの5回で自分が弾けるとは思わへんだった。ちょっとね、お店やったし人多かったんでリアクション取らなかったんですけど、もうこっそり持って帰ってきました。いや、やった、めちゃめちゃ嬉しいよ。マジでこれ初日のこの時間に5回で手に入れることできるとは、やばいな。ちょっと日頃の一番くじの運の悪さがここで跳ね返ってきたって感じですね。いや、めちゃめちゃ良かった、ほんまに。ちょっとあんまりね、最近一番くじ引いてもレビューまですること少ないんですけど、このオールマイトはもうね、あの最速で引けたと思うんで、今から開けてレビューしていきたいと思います。あ、まさかやな。もう正直ね、ぶっちゃけあの思った以上の人気にちょっとビビって、あのもうこれ自力無理やなと思ったんですよ。なんで普通にもうネットで買う決意しながら並んでました。うわ、うわ、すげえ、めっちゃいい感じやわ。うわ、めちゃめちゃ豪華。これでかっ。え、33センチ超えてない？普通にすごいな。これブロリーでもね、このサイズあったら入んのに、頭つけたら入んなかったんでしょうね、でかすぎて。うわ、この瞬間が一番いい感じするわ。うわ、最高やな。うわ、新しいフィギュアの匂いする。すげえな。え、めっちゃこれ完璧やん。完成してるフィギュアや。重っ。うわー、すごいね。で、これ顔。うわ、かっこいい、オールマイトや。うわー、これは最高ですね。うわ、最高やな。かわいい。めっちゃ雰囲気あるやん。最高のフィギュアやな。ちょっとじゃあしっかり見ていきます。うわー、すっげー、でか、背中。はい、こんな感じです。もうね、これ多分大きさあんま伝わんないかもしれないんですけど、ものすごいでかいです。ちょっと比較にフィギュア持ってくるか、1個。はい、高さ的に2倍ぐらいありますね、一般的なプライズの箱の。このオールマイトのデカさが伝わると思います。こういう感じの背中から見るフィギュアっていうね。なので正面から見た時にかなり首は横向きでついてます。ただめっちゃかっこいいわ、この後ろから見せてくれる背中ね。やばいね。まずね、このパッと見で思うのは、この背中の分厚さ。横から見なくても、もう胸の筋肉、肩から背中からもう筋肉が分厚いってことがもう一瞬で分かるぐらいのこの筋肉の造形、これはえげつないなと思った。見た感じね、ほんまに全ての箇所が丁寧に塗られてて、うん、まあ A 賞1個だけやからできるんやろうな。この塗りにこだわるっていうのはやっぱり本数少ない賞だからできるのかなと思います。このオールマイトをロットの中に2個3個って入れると、多分なかなかね、ここまでフル塗装のね、めちゃくちゃ手の込んだ塗装っていうのは難しくなってくるんじゃないかなと思います。うわー、すげーな、ほんまに。盛り上がりがね、どの場所から見ても筋肉の分厚さが目立つフィギュアだなっていう感じですね。
SMSP の方で、すだちのオールマイト、もうちょっとね、シンプルな立ち方のオールマイトのフィギュアが出てるんですけど、あれと比べてもこういう風に今回少しね、左手をクッと上げてね、ポージング取ってるんで、より筋肉の動きが強調されてますね。なので、こう右手の力こぶ、この辺とかも見ると面白いですし、でちょっとね、光の当たり具合が多分微妙で分かりづらいんですけど、この肩の筋肉の盛り上がりからの、このね、力こぶっていう、見てて飽きないフィギュアですね。シンプルやけど、節々をね、丁寧に作ってくれてるんで、すごいね、愛を感じる造形です。で、このね、ベルトですね。ベルトに関しても、ピッカピカのメタリックの塗りではなくて、このちょっと抑え気味のゴールドとシルバーで塗装してるんで、なんかちょっとまあ、高級感のあるようなベルトになってますね。これはこれでいいなと思います。まあ、正直ね、若干荒いところもありますね。この、まあ、ちょっとはみ出してたりだとか、まあ、多少はあるんですけど、この色羽みたいなものも。うん、まあ、でも、こうね、大きい造形を楽しむフィギュアで、ここまでフル塗装してくれてたら、まあ、文句ないかなって感じですね。こうやって正面から見た時に違和感もないし、こっちか。本来こっち側ですもんね。この後ろから見た時にも特に違和感ないぐらい綺麗に塗ってくれてます。本当に細かく見ると色の羽とかは多少あるんですけど、まあそこまで気になるようなムラはないかなっていう、そういう感じです。はい。ちょっとね、腕のせいでアップしづらいんですけど、これ3倍。顔はこんな感じです。まあこのオールマイトのね、ムキムキの時は目元が影になってるんで、こんな感じですね。本当にまあ漫画通りの顔って感じです。どうかな、顔に関しても普通にオールマイトとして作られてて、自分的には違和感ないですね。漫画ベースで見るオールマイトにそっくりだなっていう感じです。髪の毛の中にも彩色のね、グラデーションつけて、しっかりとこう立体感を表現できてるかなと思います。これはすごい綺麗に塗ってくれてるな。で、個人的に好きなのは、今回拳ですね。この握ってる時のね、こう思いっきり握ってるんですけど、拳を握ってるんですけど、この手の腹のシワみたいなところまでしっかり再現されてて、すごいね、これはやっぱり大きいフィギュアやから、ここまで造形できるのかなっていう感じがします。ほら。肌の部分も単色じゃなくてグラデーションつけて塗ってるんで、見てて飽きない感じですね。かっこいいわ。で、左手だけじゃなくて右手も同じぐらいのクオリティでしっかり塗装もしてくれて、造形もしてくれてます。はい、ということでちょっと長くなったんですけど、まあ、こんな感じのね、オールマイトのフィギュアでした。まあ、これでね、一番くじもう多分引けへんやろな。明日は仕事なんで、なかなか朝からの開催店舗行くこと難しいんで、これで私は終わりたいと思います。ということで、以上で230ケージでした。ご視聴ありがとうございました。